はい、鍋です、えー。今回は所秀 ovs ジョン・ドットソン選手の試合について、えー、勝敗予想をしていきたいと思います。いやー、ジョン・ドットソン選手、知らなかったですね。USC、元 USC の選手で、まあ、すごい成績がいい選手なんですよね。過去に USC で2回フライ級のタイトルマッチやっていて、まあ、どっちとも決定はしまっているんですけれども、そのタイトルマッチに行くまでの過程っていうのは、やっぱ素晴らしい試合というか、戦績で、 しっかり実力残して勝ち上ってるような選手ですね。プレースタイルは、なんて言うんですかね、ボクサーって感じですかね。うん。で、あと結構個室くて気持ちも強いインファイトができる選手ですね。アウトボクシングっていうよりかは飛び込んでいいファイトっていう感じですかね。空手っていうか、ほんとボクシングっていうような打撃の打ち方でしたね、見た感じは。でもなんかすごい身体能力も高そうなイメージですね。 負けてる選手はそれこそデメトリアス・ジョンソンとかレスラー系だったりとか、ボクシングの展開で KO できずに、まあアウトボクシングとかで判定持ってかれたりとか、で、あと、いいところで当てられちゃったりっていう感じで判定負けしてるような。まあ、逆に、それ以外は綺麗に勝っていて、KO も多い選手なんで、まあ、USC まで行くとね、もう KO できる選手でも、その KO を警戒そのパンチ警戒されて、 判定で、判定になるとか、戦績だけ見たら、え最近の戦績、勝ってるけど判定をこねっていうような試合でも、普通のその、その辺の USC 以外のところの大会でやったら、絶対 KO になるような、KO できるような選手だったりするんで、そこはあんまり当てにならないかなと思いますね。で、あと、ロヒ秀オ選手がね、今回参戦していただけるということで、本当に嬉しいですね。うん、フライ級。でもなんでこのカードなんだろうってちょっと思っちゃいましたね。 やっぱ、所秀夫選手ってこう、いや、どうなんだろう。正直ね、正直言うと、もう未来がない選手じゃないですか。これもう年齢も40超えてるのかなっていう感じで、もうなんか上を目指す感じではないですよねって思っちゃうんですよ。だからこう、ジョン・ドットソン選手とかには若手を当てて欲しかったなっていう。まあ今、ディープでフライ級トーナメントやってるんで、あんまり人いないですけど、沢本選手とかは、 ね、ディープ出てないんで、全然見たかったですね。元 USC の選手に、どれだけできるのかっていうのは見たかったですね。なんでところなんだろうって思いましたね。まあ、逆にこう、USC でタイトルマッチ2回やってて、で、ほぼ現役のまま USC から出てきたジョン・ドットソン選手、ボクサーを所選手が1本取り切るっていうのも、まあ、夢はあったりしますね。まあ、こういうところで意外と、 勝っっっちゃゃうんじなないかなって思ったりしますね、うん、あんまりこうジョン・ドットソン選手が対戦する相手で引き込んでくる選手ってあんまりいなかったんじゃないかなっていう。で、あとダウン取ってからも意識朦朧としてる中でも腕重字取りに行ける選手ってあんまりやってないんじゃないかなって思うんでまあキーになるのはそのボクシングでジョン・ドットソン選手が意識一発で刈り取れるかっていうところと特攻選手が スクランブルだったりとか、大気の展開で引き込んで、一本取り切れるかどうかっていうところだったりしますよね。うん、まあ、正直、正直どうですかね。ボクシングで言ったらジョン・ドットソン選手が100%強いんで、まぁなんとも言えない試合になりそうですね。自分的には、勝敗予想するんだったら、ジョン・ドットソン選手の 選手の提供勝ち予想ですかねボクシング、インファイトで効かせて、で、エトコー選手がダウンするじゃないですか。で、尻もつちいて、そこを、普通の選手だったら、なんか優しく、な,なんていうんですかね、上取るときに、サイド回って、とか、なんかマウントに行こうとか、そういう感じになるんですけど、なんかこういう体強い選手は、な,はなんていうんですかね、こう なんかバーンって一回当てるんですよね。その手だったりとか体のとこが、その選手に尻餅ついた選手に、もういきなりマウントとかサイドとかじゃい一回バーンって体当てて、さらにすっ転ばせてからしっかり取りに行くっていう感じなんで、それができる選手だと思うんですよね。だから、所選手にインファイトで効かせて、尻餅つかせて、体当てて、で、背中つかせた時に、まあパウンド、 だったりとかで一 k o アちするんじゃないかなと思いますね。まあ、逆にそのところアンチってわけじゃなくて、すごい勝てるならその勝つに越したことはないし、やっぱこういう日本のなんか格闘技の計量級支えてきた選手が元 USC タイトルマッチ経験者に勝つっていうところも見てみたいなと思いましたね。 まあ正直勝敗予想するようになったら、ジョン・ドットソン選手の提供がち予想になりましたね。うん。ということで、お疲れ様です。